はい、皆さんこんにちは。小山翔平、ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。お願いします。今日のテーマは、息子もプロ野球選手にするならっていうところなんですけど、まあ今、自分が親で、息子がいる人でも、見て有益だと思いますし、今、普通に高校野球とか中学とか小学校でプレーしてる人が見ても有益な動画になってます。はい、僕がもし今から、もう一回プロ野球選手になるならとか、息子がプロ野球選手になりたいって言った時にどうするかっていうのを3選。3つの方法をちょっと今ならするだろうなって思うんで、それちょっと紹介していきます。はい、まず1つ目は、ピッチャーをするっていうところです。なぜピッチャーをするかっていうところなんですけど、まずその野球って、毎年ドラフトって言って選手がこう入って、出てっていうのを繰り返してるんですけど、おおよそ毎年プロ野球に100人ぐらいが入るんですよ。うん、100人、毎年100人入るんですよ。まあ12球団合わせてね、100人ぐらいが入るんですけど、大体ですけど、まあ年度によって違いますけど、半分ぐらいピッチャーなんですよ。それぐらいピッチャーはやっぱ野球において需要があるんですよ。うん、まあ大谷君みたいに二刀流できればいいですけど、やっぱり、ピッチャーをやってる、ピッチャーで活躍するっていうことが、プロ野球選手になるっていうだけで言ったら、絶対それが一番近道なんで、まず僕が息子できたとしたら、ピッチャーをやらせる。ピッチャーないし、キャッチャー。少年球だったらショート。この3つぐらい。ピッチャー、キャッチャー、ショートぐらい守れてないと、やっぱ厳しいんで、その3つをさせるような教育はさせると思います。はい、もちろんベストはピッチャーなんですけど、やっぱピッチャーにも、不向きがあるんで、もしピッチャーが無理だったとしても、キャッチャーか、ショートだと、すごい野球センスが必要なんで、外野に行こうが、どこに行こうが、ショートを守れたら、大体できるセンスを身につくんで、この3つですね。ピッチャー、キャッチャー、ショート。まあ、できればピッチャーがいいですね。ピッチャーを、やらせる。ただ無理だった場合はキャッチャーかショートぐらいですかね。あとのポジションっていうのは大体そこら辺ができてると応用効くんで、その3つができたらいいと思います。もう一番はピッチャーですね。ピッチャーをやって、ある程度球が速くて活躍できたら、大体プロっていうのは入れるんで、はい、プロに入りたいと思うんだったら、まずピッチャーをやらせるべきです。はい、まず一つ目はそれですね。で、二つ目は、身体能力を上げるっていうところですね。まあ、野球やってた人らはわかると思うんですけど、技術っていうのは結構積み重ねやったりするんですよ。素振りであったりとか、スローイング練習であったりとか、まあ、いろいろやってて、まあ、徐々に上手くなっていくっていうのが、大体あると思うんですけど、身体能力を上げるっていう関しては、結構一気に上がったりするんですよ。トレーニングであったりとか、体の使い方によって身体の、能力っていうのはパーンって、特にね、アマチュアの時期、小学校、中学校、高校ぐらいだったら、そのコツさえ覚えたらバーンって上がるんで、僕はまずその身体能力を上げるような、まあトレーニングというか、メニューを組んであげるかなっていうふうに思います。もう今こういう時代なんでね、その、体の使い方を教えてるトレーニングコーチだったりとかっていうのは、巷にたくさんいると思うんで、そういったところで、ね、プロのコーチをやってたっていう人たちの、指導を仰げば、全然その身体能力なんては、ことは、全然上げられるんで、野球の技術を上げるよりも、身体能力を上げた方が、野球って上手になるんですよ。打球が飛んだりとか、球が速くなって、そっちの方が絶対速いんですよ。打ち方を変えて、打球飛ぶっていうのもありますよ。あるんですけど、手っ取り早く、その体の力、出す出力を上げたりとか、なんかコツを覚えた方が余裕で一瞬で変わるんで、それ。なんで、体のポテンシャルを上げるようなトレーニングってやったりとか、そういうメニューをちっちゃい頃から、たくさん入れてあげることで、プロ野球選手になりやすいで、と思います。僕だったら絶対そうします。で、最後に、三つ目。三つ目は、ちょっとこれ、反論あるかもしれないですけど、過度な練習であったりとか、その強制されるような練習をしないっていうことと、あと様々なスポーツに触れるっていうことです。
過度な練習をしないっていうことなんですけど、まず、まあ、強制されたりとか、過度な練習をしないってことなんですけど、まずね、やっぱり、過度な、うまくて才能のある選手って、大体、そのままずっと伸びていくってことってあんまりないんですよ。なんでかっていうと、大体怪我なんですよ。怪我で悩まされて、そっからこう、ダメになっていくパターンがすごい多いんで、それって大体過度な練習をしすぎてるとか、なんか例えばね、強豪校に行っててチームで強いところに行ってるから、平日も練習があって、で、たくさんボール投げないといけないし、たくさんボール打たないといけないみたいな状況にあるんで、怪我する確率が高いんですよ。っていうところで、まず過度な練習をしないっていう。まあ、反復練習は大事なんですけど、その、体が出来上がってない時代に、時代というか、時期に、あまりやりすぎると、やっぱある一箇所に負荷がかかったりするんで、体の使い方が上手くないんで。だから、過度な練習をしない。で、特に、大人もそうですけど、子供もやっぱり強制されるものっていうのは、自分から学ぼうってする、意欲なんかは、削がれますから、やっぱりこう、上手くならないんですよ。自分で能動的にやっていかないと上手くならないんで、やっぱり、過度な練習だったりとか、強制される練習っていうのは絶対にやらせないですね。その伸び伸びさせる方が、自分で考えるからこそこう上手くなったりとか、伸びていくっていうのがあるんで、そこは絶対、やらせないかなっていうふうに思います。あと様々なスポーツをやらせるっていうところなんですけど、まあよくあるあるなんか、なんかアップとかあるでしょ、野球のアップとか、こう、胴体操とかいろいろあると思うんですけど、やっぱり不器用な選手というか、野球でも不器用だなと思うような選手って、こういう動きをやってみてって言われて、それ一瞬でできないんですよ。なんで、そういう選手っていうのは野球しかやってこなかったりとか、凝り固まったこう、反復はできるけど、新しい動きになると対応できなかったりするんですよ。それって、野球でプロになるためというか、トップレベルに目指していくためには、すごいハンデというか、すごい不利なんですよ。っていうところもあって、様々なスポーツをすることで、自分の体がどう動いてるんだとか、自分がイメージしてることと、その体の動きのギャップっていうのはあると思うんですけど、そこを詰めていくことができるんで、例えばこう自分で野球の中でこういう表現、こういう体の表現がしたいなって思っても、なかなか不器用だとそれができないんですけど、様々なスポーツとか様々な動きを幼少期から繰り返すことによって、動きのバリエーションというか、その脳の中でもその回路みたいなのがたくさん出来上がっていくんで、これやってみてって言われてすぐできるようになるんですよ。うん、それっていうのはすごいプラスなんで、絶対に幼少期から、たくさんのスポーツをやらせて、たくさんの動きであったりとか、たくさんのこのルールの中で、いろいろ体を動かしてあげるっていうのは、間違いなく一番いいと思うんで、やっぱり野球だけをやらせるとか、サッカーだけをやらせるっていうだけだと、あんまりこう、なんて言うんだろう、伸び悩むというか、最後の最後でこう、落ちてくるというか、ような気がするんじゃない、気がするんですよ、僕は。うん。なんで、確かに科学的根拠もあるみたいなんですよ。タイガー・ウッズみたいに、この幼少期からすごいゴルフばっかやってて、そういう一流のプロになった人もいれば、テニスのフェデラーみたいな、確かフェデラーって思うんですけど、なんかたくさんスポーツをやって、で、結構中学生前ぐらいだったかな、なんかそれぐらいで、テニスに絞って世界一になったって人もいるんで、でもその研究結果的には、たくさんのスポーツであったりとか、たくさんの経験をしてた方が、結果的に一つに絞った時に伸びるっていう研究結果があるんで、それからも言えるように、野球以外のスポーツ、例えば、サッカーでもいいですし、アメフトでもいい、ラグビーとか、なんかいろいろテニスでも、ゴルフでも、いろいろいいんですけど、なんかそういう、いろんなスポーツやった上で野球に絞る、何か一本に絞った方が、絶対に、今だったら僕の息子がもしいたら、そうするだろうなっていうふうに思うんで、もしよかったら、それ参考にしてみてください。はい、まとめますと、まず、息子もプロ野球選手にするならっていうテーマでやってきましたけど、まず一つ目やること、ピッチャーをする。野球においてはピッチャーをさせる。まあ、ピッチャーが無理でも、最低センターラインというか、キャッチャーがショートぐらいを守らせれる、選手に、目指すっていう、選手を目指すっていうところと、二つ目が、身体能力を上げるっていうところですね。野球の技術を上げるっていうのはもちろんそうなんですけど、野球の
技術に関しては積み上げ型なんで、結構難しいんで、その体のバネであったりとか、力の出し方とか、ポテンシャルを引き出す練習をしてあげた方が、打球もすぐ飛ぶようになるし、足もすぐ速くなったりするし、肩も強くなるんで、身体能力を上げるトレーニングをたくさん入れるっていうところと、あと三つ目が、もう過度な練習をしないっていうところと、あと強制される過度な練習をしないっていうところと、あとあれですね、様々なスポーツに触れるっていうところですね。過度な練習は怪我にもつながるし、強制されることによって自分で考えるっていうのがそがれるんで、大人でもそれは厳しいですよっていうところと、あと、たくさんな、スポーツに触れることによって、動きのバリエーションというか脳の回路も発達しますし、野球に絞った、一つに絞った時に、器用というか、自分の動きと、イメージする動きと、自分のやってる動きが、のギャップが少なくなるんで、それに関してはすごくいいと思うんで、その三つ目をやらせると思います。はい。ってなことで、今日は、息子もプロ野球選手にするならっていうテーマで話していきましたけど、まあこれ、一概に言えることではないんですけど、僕が今、こう野球をいろいろやってきて、感じたことをお話しさせてもらいました。はい。批判というか、もっとこうした方がいいよっていう意見とかあれば、コメント欄でお願いします。はい、僕の、今日の動画はこんな感じで終わります。はい、小山翔平ベースボールチャンネルでした。またみんな見てね。じゃあね、バイバーイ。